皆さんこんにちは。インマヌエル浦和キリスト教会牧師の松井真紀子です。10月23日水曜日、今日もリビングライフを通して主の恵みを共に受け取りましょう。今日私たちに与えられている聖書箇所は旧約聖書レビ記25章23節から38節。テーマは経済的弱者の荷を共に負う共同体です。レビ記25章23節から38節。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから。あなた方は私のもとに居留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が貧しくなりその所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときは、そのものの暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に変える。もしそのものに返す余裕ができないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手に渡る。ヨベルの年にその手を離れるとそのものが自分の所有地に帰る。人がもし城壁のある町の中の住宅を売るときは、それを売ってから満1年の間は買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。もし満1年経つまでに買い戻されないなら、城壁のある町の中のその家は買い戻しの権利の喪失により世々にわたり、それを買い取った人のものとなってヨベルの年にも手を離れない。その周りに城壁のない村落の家は土地とみなされ、買い戻すことができ、ヨベルの年にはその手を離れる。レビ人の町々、すなわち彼らが所有している町々の家はレビ人にいつでも買い戻す権利がある。レビ人から買い戻していたもの、すなわちその所有している町で売られていた家はヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家はイスラエル人の間にある彼らの所有だからである。しかし彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからである。もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在住異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたのもとで生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならない。私はあなた方の神主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。土地の買い戻しに生じそうなトラブルを神様はすでに予告しておられます。人と人が売買を繰り返し
一方が利益を得、一方が損をしていくということが長く続いていくと、特に豊かな者たちは何か自分の能力や努力によってその益を得たかのように勘違いすることがあります。私たちも神様から与えられているすべてのもの、体や時間やまた立場やいろいろさまざまな恵みを、また賜物をとかく自分のものだと勘違いしてしまいやすい弱いものです。神様はそのようなことを見越して、このような買い物実についての命令を与えられたのではないかなというふうに私は受け取りました。そもそも自分のものではないんだよ、私があなたに与えているものなんだよということを神様がこのように繰り返し繰り返し私たちに語ってくださることによって、私たちは自分の勘違いやまたそれから来る罪から守られるのです。けれども神様は、それはあなたのものではないんだと、そのことを主張するだけではなく、しっかりと私たちにその権利も与えてくださっています。しかし先ほども言ったように、その売り買いをしていく中で貧しくなっていってしまい、買い戻しの年が来た時に買い戻しをするための十分なお金を準備できない、そのような貧しい者たちにも神様が憐れみと保証の約束をしてくださっています。25節に、もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しのある権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときは、そのものの暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰る。幾重にもその最初に神様が与えてくださった所有地に帰る方法を神様は示してくださっています。そのように経済的な弱者に対する神様の配慮は続いています。貧富の差が出ないように、また貧しい人が生じてしまった時にも、その貧しい隣人に対する配慮が神様からしっかり命令として与えられていることによって、その貧富の差によって生活に差が出てしまうことがないようにも、神様の愛によってそれは保証されています。とんで35節になりますが、もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたのもとで生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならないと細かに書かれています。幾重にも幾重にも神様の
憐れみの手が差し伸べられています。貧しくなっても飢えて死んでしまうことがないように、逃れの道が神様によって隣人愛を通して、また家族の助け合い、共同体の助け合いによって、その命が守られるようにと、幾重にも幾重にも神様の憐れみが用意されています。36節の真ん中には、あなたの神を恐れなさいということ宣言がまた挟まれています。その理由はすべて神を恐れることにあるのです。38節、私はあなた方の神主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。エジプトから神様がカナンの地に連れ出された、その大きな理由、目的は、神である主を契約の民がしっかりと覚える、そのためであります。常に原点を思い起こし、神を恐れ感謝し、そして神様が与えてくださった家族共同体として愛し合い助け合うようにと、神様は私たちにこの律法を与えてくださっています。今の自分、その生活のすべてが罪の生活から、私たちが贖い出された結果、神様の恵みとして与えられているということを、私たちは心から受け止め、信じ、感謝をしているでしょうか。買い戻しの権利のある親類といえば、ルツとモアブのストーリーを思い出す方も多いのではないでしょうか。このモアブの買い戻しは、イエス・キリストの贖いのひな形、予言であると言われています。この買い戻しという言葉と贖いという言葉は、ヘブル語で同じコエルという言葉が使われています。私たちを買い戻す権利を持っていてくださるのが、私たちの救い主、主イエス・キリストです。そして罪という負債をリセットしてくださり、新しく生き直す道を備えてくださいました。イエス・キリストの十字架こそ、このヨベルの年に示された救い、自由と回復と解放の安息なのです。心から感謝して一言お祈りをいたします。愛する主よ、あなたの皆を賛美します。本当にあなたの愛と救いを感謝いたします。罪と死の権威のもとで悲惨に死ぬしかなかった私を、相続を受け継ぐ者としてくださったイエス様、その恵みと特権をイエス様の十字架によってこんな私に与えてくださったことを感謝いたします。すべての賜物を与え、またそれを神様の栄光を表すために用い、乏しく阻害されている隣人に分け与える器となるために、あなたは私たちに十分なものを
与えてくださっていることをありがとうございます。あなたが与えてくださっているそれらのものを自分のために用いるのではなく、隣人のために、そしてまだこのあなたの贖いの恵みを知らない、受け取っていない方々のために与えることができるものとしてください。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。